元気ではないですね。ああ、出過ぎた。今日は国語あったわ。明日も国語ある。国語だけが救いや。ちょっと乾燥してた。今日いつもより高いポニーにした。ポニーにみたいなイントネーション。痛い。昨日膝怪我してん。左痛いわ。スカート、制服のスカートと擦れてめっちゃ痛い。何刺された。規模ちっちゃ。いつも左側ばっかり蚊に刺されてたのに、今回は右側が多い。多いっていうか右しか被れてない。いや今日はね、さあ TikTok のアイコンちゃうねん。あれな、可愛いと思って保存してあれにしました。いやああいうの嬉しいよね、可愛い。10機流れてきた。かわいい。うわ懐かしい。なんかこの制服の色懐かしい。何歳やろ。あいいな、こんな動画撮ってもらった。なんか他のアイドルグループみたいになってきたな。え、そうなん？年近い？あ、年近い？同い年ではなく、なんか前髪浮いてるように見えるけど、これ下から撮ってるからやねん。前から見たらそんなことない。やばいなぁ、懐かしいなぁこの制服。今ちょうどその時の写真がなんかタブレットの写真に表示されてた。いやちょっとね、あ今の投稿見た？ X の今んとこおらんちゅうさん、うん、なんかもう逆に一周回って同い年こんだけ楽しいなと思ってる。一周回っていいけど治っても。あ受験生やからおらんか。なるほどね。じゃあ来年ちゃうわ。来年ってそんな1年ずつじゃないか。見た？いやーこれはですね、まとめの話なんですけど、朝からね投稿前にね時間がね余ったからね、なんかあるかなーと思ってエゴサしてたんですよ。いつも通りすんなよって話だけど、あと中2が2人、年下。おうなるほど。ん？最年少なんすか？まあまだ全然出てないから。そうそうそう。で見て、なんて返したんやったっけ、覚えてないけど、まあなんか返したのでさ、それをね早速なんかかわいそうみたいなのを言ってくれてた人がおって、そう個人攻撃がみたいなでさ、なんか申し訳なくなってさ、自分的には別にそこまで深刻に考えてなかったけど、文字に起こして誹謗中傷って書かれたらなんか大規模に見えて申し訳なくなったから書いた。でもまとめを使ったらあかんってなんか言われて、知らんけど、でずーっとそれでやり取りしてた。もうその時間が嫌で嫌で、極力連絡したくないんで。
まとめて言えないんだったら何にしたらいいんやろうなと思って聞いたけど、結局省きました。もう話通じひんかったらショールームで説明しようと思って。そう、まとめってな、新聞と同じやり方やもんな。一部だけ切り取って、よくないね。まあいいと思うけどな、別にそれで収入やからな、それが新聞は。そんなサイトなんか潰そう言うて潰せるもんじゃないよ。別にいいよ、だって運営がそれでさ誹謗中傷がありましたってなってさ、もう大規模にめっちゃ大きく言うけど、それがテレビだから、私がもしなんかあったらテレビになりましたとか言ったら、それはやばいやばいってなって消すやろうけど、さすがにそうでもない限り、別に倉島がイーンってなってるだけやったらブロックも何もせえへんと思うで。っていうので朝からね、まあ別に落ち込んではないけど、まあ棒高跳びは飛べなかったよねっていうことで、気分が落ち込んでるかもしれないので、昔の写真でも見返して気分を上げようかなと。いや、私はねこんな時に備えてなのか知らんけど、そう、言われてよかった嬉しかった言葉をメモしてるんですよ。だからそれ見る。いや、そう、昔からっていうか、そう、逆に知名度が上がるやんみたいなことを言ってたなと思って、自分でこれ思い出したから。見ん方がいいって言うけどな、見るで普通に。うわ、写真、懐かしい。そう、まあ一人で解決しようとしてる時点で変わってはいると思うけど、あ、確かにそこで収入入ってんやったらほんまに新聞と一緒やん。いいと思うよ、大人の世界は汚くて。私が思ってた世界はもともと汚いものやったし。せっかくやからメモでもしようかな。ちょっと違うのメモしようと思ったけど、こっちからメモしようかな。ちょっと待ってな、時系列に行きたい。うん、見てた人よかったやん。でもさ、毎回のショールームこんな早うにチェックしてさ、わざわざ書いてるってだいぶ好きよな。好きすぎん？毎回思うけど、もう大好きやん、大ファンやん。もうやな、これ1年から言い続けてる、アンチする人はほんまに大好きよなみたいな思い出したんですよ。飛行の報道としてうーん、新聞は、なるほど、責任がないから軽く書けるんやろな。確かに、待って、下敷き全部下に持っていっちゃった。くっそー、下敷きないとこの紙は無理やで。絶対無理やぞ。ちょっと待てよ、これは無理だぞ、この硬さの。あ、待って、あった気がする、ここら辺にあったんじゃん。あった、よっしゃー、価値格や。新聞が欲しまくなる。へー、あー、ペンギン喋ろうかと思ったけどやめた。いや、だからね、気分がね乗らなかったの。あれ、間違えた、全然違う数字書いてる。8月1日って書こうと思って6月28って書いてた。気狂ってんな。8月1日っていうか、こっちが先やった。いや、このね、あってよかったことをね、ちょっとあのメモしていこうと思って、アナログでやりたいね。デジタルでやったらいつ消えるか分からんから、引き継ぎとかした時にさ、携帯変えて。え、そうそうそう、なんかな、
想像力がないよな、柔軟な思考力がない。まあそんな大人にはなりたくないよねってことで、しゃーなしでペンギンを見習って生きていこうと思います。あのさ、それも思ってんけどさ、なんかペンギン先生がケルジュとヤネビ見に行ってイレイレしててんじゃねって書いててさほんまにおもろいねんけど、なんでやねん、関係ないわ、あんなもん、あんなペンギンが誰と花火大会行こうが。優しいコメント多かった、ほんまに、ほんまにほんまに言うてる、見返そうか、ほんまに言うてる。いや、いいいい、そんなん見返さんでいいよ、私も慌てにすんな。どうやって書こう、これを間違ったらだいぶ長期戦になる。コシコイってみんな言ってた、ああそう、どこをどう切り取って賢くなったんやろな。まあ別にけなしてないからいいけど、読んだ人にしか分からんな。そうそう、だから分かるわーってなってんけど、それすらもやで、分かったらダメでしょみたいな、誰が言うとんねんって思うけど、そんなん言うたらそもそものこの文章、あの本の話なんやけど、死んだがりの君に送る物語、その文章を書いた人に失礼じゃない？めっちゃ失礼やと思うんだけど、読む人も不快やし、書いた人も不快やし、誰のためにそんな言葉使ってんのって。まあそんなこともわからない程度の人間には別にいいですよ、苦しみは関わらないんで。間違えた。そう、好きで注目してる人らはな、アンチって目に見えるからな、数としてはな、あのこっち側としたらそんなほぼないに等しい。まあしゃあない、やっぱり喋らんかったらコメントあるよな。明日なんか暗証テストやねん。もういいや、やる気なくなった。違うな、これじゃないわ、私が書こうとしてたの。これじゃないな、完全に間違えてる、絶対にこれじゃない。
まあいっか、ちょっとしか書いてないし。まだ書き出しでよかった。違うことに気づいた。じゃあこのメモも必要なかった。それはそう。昔からこの世界は別に綺麗なもんじゃなかった。私から見える世界はいつも汚かったし、綺麗と思ったことなかったもん。だからこそ救われたんやけどな。動画をもさ無難転載してた。そう、まあそれはな、こんな民度が低かったらそうなるよ。別にあんな汚い人らに救われたわけじゃないけど、少なくとももうちょっと生きようとは思ったし、腐りきってはないなと思った。この世界は。で、実際生きててよかったなって思った何回もあったし、 B2 のあれやで、旧 B2 の時とかめっちゃそうやったもん。生きててよかったってずっと思ってた。友達に電話しようかな。英語の練習しながら友達に電話しようかな。かわいいリサちゃんの写真出てきた。無理、見せへん。私のもう言われて嬉しかった言葉、ちょっと待ってー。今思い返してるから足を大事にって言われたの喜んでるおもろ、階段から落ちた時もう階段から落ちてるわ、早いな。そうだね、ペンギンが初めてショールームに来てくれた時。エゴサで恥ずかしいってなんやねん。まあその都度メモしてるんですよ、嬉しかったこと。なんかな、ほんまにな、そのメモだけは本心で書こうと思ってちゃんと書いてんねん。もうここでだけは嘘つけへんって決めて。ああ、懐かしい。うわ、スワンボート出てきた。えぐ。まあでも正味小6の入ってきたてはあんまりこの世界のこと好きじゃなかったで、まだ救いきれてないっていうか。
正直よく思ってなかった。キャンパチ出てきたんやけど、やばい。懐かしすぎる。これか。キャンバチやばすぎ。めっちゃ懐かしい。キープメモにメモしてね。やばい、懐かしすぎ。あんまりよく思ってなかった。だから中学入って、またこんなん書いたら変に思われそうやけど、ほんまに嘘つけへんと言ったら、別にそれだけに救われたわけじゃないけど、割と先生らは助けになってた。いつも相談乗ってくれてたし。そんな風に見えへんかった？めっちゃ笑わんかったくない？私うまく笑えてなかった。もう笑われへんくらいやったもん。小学校5年が一番笑ってなかった。ほんまに無表情、常に下向いてるし。候補生の時、ああ候補生はな、声だけやしな。めっちゃ救われた。その時してたことも先生らのおかげでやめたし、やめてよかったって思ったし、考え方もだいぶ変わったし、表情も明るくなったし、もっと幼稚園とかの時、幼稚園は割と病んでた。なんかお母さんが入院してて、もう元気ないけど、でも幼稚園行きたくないけどお母さんと降りたいから、けど行きたくないとか言ったら心配するから、こんなんで行ったけど、それでも自分は隠してるつもりやったけど全然バレてた。行ってきますって言ってるつもりやった。でもちゃんと友達おったで。今でも仲いいし。友達おったけど行きたくなかった。1年入ってちょっとマシやった。なんか悪口言われてたけど、なんか字が汚いねん私。今もないけど、めっちゃ字汚いって先生に言われて、担任の先生に。担任の先生となんか一人生徒、一人か二人か覚えてないけど、女の子かながおって、え、これ誰のノート、やばい、さくらちゃんじゃん、めっちゃ字汚いみたいな感じやって、でそれを生徒が言ってん。で先生がほんまやな、床で書いたんかなとか言うくらいやってさ、余裕な先生やのにと思って、今やったら思うけど、何も言わずに帰ってきましたよ。ただ誰が言ってるかも見ず、下だけ向いて帰ってきた。で先生がいたで。だから楽しくはなかったけど、幼稚園の時がしんどすぎて、だってほんまにめまい、ずっと三角座りしてる時の視界これやから、もうこんくらい揺れてんちゃうかレベルでめまいしてたのに毎日行ってた。先生によう分からん理由で怒られて、なんかめっちゃ嫌やったな。今思い返したら幼稚園全然楽しくなかった。友達通る時間は楽しかったよ。その子はめっちゃいい子やったし、めっちゃいい子やったな。可愛かったわ。何うちもよったんか知らんけど、三角関係って言ってずっと遊んでた。可愛い。今でも、今はその子席隣。可愛いな。
そういうのは楽しかったよ、プライベートは。けどもう嫌や、めっちゃ先生怖かった。なんか手紙渡す時の声聞こえへんかっただけで、謝っても許してくれへんし、もうこんな揺れてんねん視界でも。絶対にそんなんでこけたら怒られると思ってめっちゃ必死に耐えてるつもりなんやけど、ほんまに物理的に自分の体が揺れてんのかめまいしてるだけなんか分かれへんかって、もうガッチガチに緊張してうってやって止めててんけど、もう分からんかって。でもなんかその怖い先生が、見てさくらちゃんを見習って、あんな綺麗に三角座りでずっと話聞いてんでって言って、ああよかった止まれてると思って、めっちゃ怖かった。が幼稚園やったから1年そんな陰口言われてても、陰どころか真ん前におったけどな、目の前に座ってるけど悪口言われてたけど先生に、けどまだそっちの方がマシやったかな。で2年は楽しかった、なんか徐々にこう上がっていってた。2年の先生めっちゃいい人で、みんなからもめっちゃ人気あるし、その人嫌いって言ってる人見たことないレベルで、めっちゃ面白かったし、字めっちゃ綺麗、お手本みたいな、で優しいし面白かったし、よかったかな。で3年も良くなっていってて、で、まあ、その先生はみんなに人気ってわけではなかったけど、なんかめっちゃキモーいみたいな言われてたけど、まあ、年齢もあったか知らんけど、だからなんか一部の人からあんま好かれてなかったけど、私はいい人やと思うな。ちゃんと認めてくれた。なんか自習ノートめっちゃ頑張っててん、私1回に2冊とか出しててんか、1冊半とかでぐるぐる回しててん、提出してる間にもう1冊みたいな感じでやっててんっていうくらいめっちゃ書いてて、で毎回なんか調べ学習みたいな感じやったん。だから毎回頑張って自習して絵とかイラスト描いてもよかったん。それとかも頑張ってて、で普通に勉強でもいいし何でもよかったん。だからそれ1冊ずつとか多かったら2冊で書いて、でちゃんとそれも褒めてくれてたし、でいい自習とかはなんか手紙に載せてくれんねん、それも載せてくれたし、勉強も普通に今まで通り受けてるだけやのにめっちゃ真面目に聞いてくれてるって言ってくれるし、めっちゃ楽しかったその時。まあみんながあんまり好きじゃないって言うから、好きじゃない私もって言ってたけど、いい先生やったなって思う。4年はなんか若い女の先生で、まあ、その時も一応ピークで楽しかった、ニコニコしてたかな割と。うん、その人もいい人で割と万人受けするタイプで、褒めてくれてたしめっちゃ楽しかったと思う。それがピークで5年でも肩落ち、もう幼稚園よりひどい、えぐかった、あれめっちゃ痩せた。でそうやばかったな、あれが一番ひどかった。もう先生それ嫌、学校行きたくない、ほんまは行きたくないけど、行きたくないなんか言ったらお母さんたちがまたな、しんなんか心配するっていうかヒステリックになるし、もうそんなん相談できひんってなって、もう行きたくないけど行かなあかんからって頑張って行ってて、でもさすがにもう毎日は無理ってなって3日に1回とかで休んでてん、もうしんどすぎて。でも勉強追いつかれへんくなるのは嫌やし、多分この世界からおらんくなることは自分には勇気がないからできひんと思ってたから、どうせできひんやったら勉強しとかんとやばいと思って、休んでる時でもちゃんとその時間割に合わせて勉強してて、なんなら休み時間の分も勉強してて、ずっと机この机でずっと書いてた、ずっと勉強してが一番ピークでしんどかったかな。いっちゃん痩せたし、いっちゃん無表情やった、ほんまに楽しくなかった。人生で初めてしっかり怒られたもん、なんかした言わんけど、
一番嫌やったな。で6年でその4年の時の先生になって、もうその4年の時の先生か5年のいっちゃん最悪の人やったからの2択で、その女の先生良かった方やったから良かったと思って、それがもし2年連続で5年の時が続いてたら多分もう入ってないし、なんなら生きてたかもわからんレベルで、良かったって感じ、ほんまに良かったってなった。その人じゃなくて、ほんまに良かった、ほんまにそっちじゃなくてよかった。それ2年はほんまに耐えられへん。でもその私と同じように悩んでたお友達は、親友なんやけど今でも、はその人当たって死んだそうやった。多分私とその子を分けたかったんやと、だから片方がならなあかんかったんやけど、先生らの見解では私の方がひどいと思ったんちゃう、知らんけど。だからそっちをその先生に当てたらやばいって思ったんか知らんけど、分けた。ほんまにそれがピークでしんどかったから、もう賭けに出てん私は、このオーディション受けるとき、これが無理やったらもう勇気出そうと思って、逆の意味やけど、無理やったらもう勇気出そうって思って、もともと中学受験するつもりやったんやけどな。なんか今の学校の生徒が会えへんのかなとか血迷って思ってたから、もうワンチャンそれ変えたらいけるんじゃんとか言って、けど全然それ関係なかった先生やった。めっちゃ踏み出す勇気はなかった。どれが一番痛くないかなとか思ってたけど、結局そんなな簡単に終われるような世界じゃなかった。自分にはそんな勇気ない。逆に勇気なくてよかったと思うけどな、一歩踏み出してたらもうおらんし。いや、やりきれへんのがいっちゃん嫌じゃない、なんかな、いっちゃん自由なくなるし、だからそれは勇気じゃないけど、勇気って言わない、直接言ったらあかんやろ。だから中学受験しようと思ったけど、こっちにかけてもうこれがあかんかったら私は一歩踏み出すんやって言って、なんか受かってた、よかったね本当に。落ちたらどうなってたことか。でなんかいいとこまで行ったから審査が、だから中学受験やめるかってなってやめて、普通にみんなと同じように来たけど、もう絶対受験せんでよかったと思って、ほんまにせんでよかった、ほんまにせんでよかった。先生らとな、こんなあえて今の自分があるのは、多分大きいのは先生らやと思う。ほんまに助かった。手応えなんかないよ、常に受からんと思って、あ落ちた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 と思って帰ってたもん。あ無理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 って言って、あもう2時の審査この期間くらいに到着するって言ってたのに、もう来てないわ、諦めよう、あどうやって終わろうと思ってずっと考えてたけど、なんか遅れて届いた合格通知。セレクション大変やったけど別に。一番の心境の変化、入ってから、入ってから別に天気っていう天気はなかったかも。でもあるって言ったら昇格とかじゃんか、もう入って直後、初日お披露目終わった、これほんまにこの学校にしてよかった。やっほー、後半始まってる、やばい。でもこれは弁解のショールームやから、ほんまにこの学校にしてよかった。この学校じゃなかったら私はこんな人間になってない。
そやで、3本手足なんなら最初もっと上やったで。あの8期だっけ、なんか分からんけど、お披露目のちょっと前にセンター発表されててん、でそっからもう一回直前にやりますよみたいなオーディション、そこで落ちた序列あれより落ちて3やったくらいやで。よう考えてみ、今どこにおる奈落の底まで落ちたな。まあいいよ別に、もうこんな学校が楽しいからそれでいい。楽しかったほんまに。ええよもう序列は。まあな、よう考えてほしいっていう意味で一つ言っておくと、あの10期のさ動画見る気ないって言ったのは前から話してたけど、なんかもうただでさえ余裕ないのに10期の動画見て焦らしてどうなんのって思うから見てないだけやで。別にその子たちを敵って思ってるわけじゃなくて、9期やってそうやん、なんか怖いから見てなかっただけ。よう考えてみ、その自分めっちゃ今めっちゃみんなの立場で考えてな、仕事めっちゃ入ってくる、あーもうこの得意先からもこの得意先からも、あもう全部自分に来る、やばい、もうってもう無理無理無理みたいな、しかも自分副業してる、違う仕事からもまたもっと仕事来る、やばいどうしよう、みんな遊んでる、どうしようしんどいってなるねっていう時にライブやらなあかん、公演出なあかん、SNS 更新しなあかん、学校の勉強しなあかん、受験ある、どうするって時に新しい後輩が入ってきました、その人が活躍しましたとか、もっとグーンって急に伸びますってなったら、あんた今まで何してたんってなるやん、今度自分の足かせを知らないから、その人たちはその背負ってるものを知らずに、あなた何してたのって言うやん。だからそう、あやばい、そうなってしまう、後輩が入ったら自分はもう居場所がないって思ったら余計にしんどくなるやろっていう自己防衛として、私は見ないっていう選択を取ったっていうのをな、わざわざ話したらこうなっちゃうから、だから言わなかったけど、言わないとわからないみたいなんで言っときました。うん、友達と電話しようと思ったけど、もうみんなご飯かな、わかりやすいやろよう考えてな、だってみんなは社会人になってから仕事始めるけど、黒島はまだ学生やで、受験やるで、受験期にみんなが受験してた時期に仕事いっぱいあったらって思ったらわかりやすいやろまあその配信をみんながその言ってた人らが見てるかが問題けど、まあいいよ、もう自分で褒めるしかない、まあいつも思ってるのは、私はもうこの人生に一片の悔いなし、楽しかった、もう私は中学校3年間が楽しかったから何でもいい、もうこれでいい、これ以上望まない、めっちゃ幸せそうやもん昔の自分。極端な話やで、ペンギンなんか何もいいこと言ってないペンギンなんか1回しかいいこと言ってない、1回のみやで3年間で違い保険とか言い出したりさ、だっけ、もうひどいでとかしかないけど、楽しかったし、まあ、クマさんはないい人やったけどリス先生なんか何回喧嘩したかほんまお互いな、お互いにな、ほんまにな、あっていうくらいやったけど楽しかったから、もういいよ、何が起きても私は幸せやったから、いつ終わってもいいです思うけど
そうだよ。いいよもう、何が起きてもいいの。受験失敗しても後輩に抜かされてももういいよ、十分幸せやった。味方を見つけた。ずっと応援者やでって言ってくれたから電話したかったな。みんなご飯やな。明日国語あるね。ほんまに国語だけが心の支え。明日ちょっと喋りに行こうかな。明日ってレッスン場行けたっけ。何日 ?10? ほなあかんわ。で、水曜日あー、英語や。英語覚えなか。ま、大丈夫よ。なあ、夏もなあ、ライブあるけどなあ、どうなんやろなあ。もう黒島みんなのせいで心折れたからで、みんなのせいで心折れたから出ない。みんながまとめたりするから、みんなって言ったらまた主語がでかいって言われるわ。特定の人間がまとめたりしたからもう元気出ないから無理で、ペンギンに助け求めようかな。あかんあかんあかん、そんなんしたらまた今までの努力が水の泡よ。友達はショールーム来てないと思う。分からん、たまに来てるって言うからどうか知らんけど、また死後でかいって言われる。確かにでかいけどな、みんなは言い過ぎ、特定の人やもん特定の人になんかいっぱい言われるから無理って。どうしようかな、言おうかな、どこかな。でもな、あんだけなあんちは分母がでかくなっただけとか言ったしな、気まずいな、今更助け求めんの無理やな。やめとこ、話しに行こう。話しに行くとしたら何何喋ろ。最近どうって話しに行くわ。じゃあ最近どうって言いに行くわ。ペンギンがじゃなくて自分がなあの最近の黒島どうですかって聞きに行くわ。まあ、どうせ答えてくれへんけど、いいよ。確かにアンジュさんの言葉にもしごくない、かわいい。あ、間違えた、勝手に配信終わりそうだった、確かに。ところで誰と花火行ったん。それ聞くか、もう自分で聞こう。オッケー、自分で聞くんやで黒島。13位はるさんありがとうございます。12位小さな恋のメロディーさんありがとうございます。11位なべちゃんさんありがとうございます。10位オレオズさんありがとうございます。9位てつみやさんありがとうございます。8位 KG603 さんありがとうございます。7位ゾンデさんありがとうございます。6位たかしさんありがとうございます。5位まちかねくきたるさんありがとうございます。4位まあきこさんありがとうございます。3位伊達ちゃんさんありがとうございます。2位ファンさん、ファンサイさんありがとうございます。1位せいくんさんありがとうございます。よし、ありがとうございました。まあスルーができたらねこんな話なってないねんけどなって感じやけど、まあいいよ、こういうのをやってる人しかわかんないから。さくちゃんのファンが聞きたがってるって言っとくわ。どうせ人のせいに済んだ黒島って言われると思うけど、予想しとこう。誰と行ったんですか。知らん、答えへんは言わんな。知らん、プライベートまで踏み込まないでください。くださいは言わんな、踏み込むなって言うと思う。まためんどくさい女発動してるって黒島って言われると思うわ。いや、そんな長い文章喋れへんな多分。誰でもいいやろって言いそう、言いそうやな、言いそうやな、なんて言うやろと。
そもそもダルって言ってどっか行きそう。ダルとだけ言って鼻打って鼻かいて前髪触ってどっか行きそうか。最近の苦しみどうですかやったら、そんなん聞かんでも分かってるやろって言いそうか。そんな信じてくれてなかったら、どうやろうな、なんて言うやろな、そっちむずいな。知りません教えませんって言いそうさあどう答えるのでしょうか。見物ですねじゃあ聞いてきますわ、頑張って意地でも聞いてくる。あでもな、これでな先生らのな会議とか入ったらなすぐ行っちゃうから無理やねん。さよなら、お楽しみに。